かかるの。2回目は11時からなんですけど、今10時54分なので、多分3回目の参加の時間になっちゃいますね。11時40分。3回回るのは多分無理ですね。初めてだから、お疲れ様です。初めてだから分からないんですけど、じゃあとりあえず止めようかな。充電しなくちゃいけない。今日は江戸城が見れないみたいだから、そのままその正成の像のとこ行っちゃいます。ありがとうございます。はい、一般参加、参加される方は左側お進みください。今度は左側に行くみたいですね。左側いいんですよ。から引けるのかな。左側に来て、先はまっすぐ行ってこう来たんですよね。正面か。2回目の参加は間に合わないですよね。3回目かな、この列は。これあれかな、検察庁の方に向かって歩いてるな。法務省、検察庁、そうですね。もうここ20年法律なんてやってないから忘れちゃったな。すっかり遊び人になっちゃって。どうしよう、法律のこの字も忘れちゃったな。何やってんだろう、これは。この信号で渡れるんですね。Thank you.
この法務検察合同庁舎、東京地裁、東京高裁、警視庁ですね。あ、そっちがマッカーサービスですよ。マッカーさんが事務所を構えてた場所ですね。ここマッカーサー通りですかね、そこね。こっちにも口があるんだ、そういえばな。なるほど、こっちにもあるんでしたよ。職務質問を受けてカバンを開けたらもう半分ポーが出てくるっていう。A 3サイズよりも大きな手荷物をお持ちの方は一番右側の青黒のハッカリルをご利用ください。手荷物をお持ちの方は右側へ進んでください。テントの手前ではあらかじめ手荷物の口を開いておくようにお願いします。スムーズなセキュリティチェックに皆さんのご協力をお願いします。皇居内は缶、瓶、ペットボトルなどの飲み物は持ち込むことができません。あらかじめご承知おきください。大きな手荷物をお持ちの方は右側の青色の預かり所をご利用ください。台紙より大きいサイズは持ち込むことができません。一回ちょっと確認しますか。ご協力ありがとうございました。実際と続いてください。手荷物を受けた方は一番の手荷物からお願いします。この時、広い店舗では警察官が責任チェックを行っています。店舗手前では手荷物の口を開いておくようにお願いします。スムーズなセキュリティチェックに皆さんのご協力をお願いします。手下げカバン、リップパックなどをお持ちの方は右側に進んでください。この先、工場内は禁止となっています。足元には荷物をつけて進んでください。セキュリティチェックは右側に進んでいます。運転の場所をご利用ください。手荷物の口はあらかじめ開けておくようにお願いします。手荷物の口、手掛け物などを受け取る方は内側へ進んでください。今日は両手の方で行っています。警察官の案内に合わせて無事に通してください。何なのかは2回来れそうにない、3回来れそうにないですね。ないです。待ってる。3回これそんなないやん。じゃあ2回目ですね。2回目。手荷物を持っている方は右側へお進みください。今日は大きな方で手荷物を
2階しか回れないですね。3階回れる人は強者です。11時からの会は始まってますからね。3階回るのには手ぶらで来ないとダメですね。この今やってるお巡りさんは警視庁のお巡りさんですね。番号もらうのかな。刑務所みたいだね。番号もらっちゃダメって。商品が入ってるって言えば入ってるんですよね。パソコンが入ってる。ちょっと1名どうぞ。次ご案内します。はい。
お巡りさんが刑務官に見える。なぜか。どうぞ。はい。いいのかな。記入してもらっていいですか。はい。名前書くみたいですね。名前と電話番号。こちらですね。高下門出たところのこちらになります。出口の方に両方の方ができて、はい、あ、テレフォンナンバーは電話番号がないんですから、じゃあ必ず来てくださいね、はい、ね、忘れないように、はい、はい、ありがとうございます、はい、終わったらすぐに来ていただければ大丈夫です、ね、ですか、これ場所は物はどれですか。これですね、リュックサック、はい、貴重品割れ物はないですか。パソコンが入ってます。出口、わかりました。アウトしたらパソコンもう1台変換で、ここですね。今はどこ。今は出口の不況門で引き渡しになります。はい、はい、じゃあこれ大丈夫ですね。これ、お巡りさんに預かってもらって、この番号を回す。番号をもらいまして、3256ですよ、番号が。さんじゃないとダメですか。姉さんの。大丈夫ですよ。ポケットの中って何か入ってますか。と携帯電話、ね。あ、携帯電話、はい。後ろ振り返ってもらってよろしいですか。あ。あ、確認取れました。ありがとうございます。はい。
席は3列に並んでお進みください。前方でご注意ください。この先3列に並んで進んでください。この先3列に並んで進んでください。ご協力をよろしくお願いします。合流地点に向かわれる皆さんにお知らせします。この先合流地点道幅が狭くなっています。各レーンの皆さんは列を5列に整え合流地点まで向かってください。また平行まで向かう先何日が終わっている段差があります。続き足元には十分注意してお聞きください。ここが二重橋なんですね。
スの皆さんにお知らせします。ただいま係員が皆さんを神田会場へご案内しています。立ち止まったりせず足元に注意して係員の案内に従って順序よくお進みください。合わせて皆さんにお願いします。通路の両脇を仕切っているポールは固定されていません。寄りかかったり引っ張ったりしますと転倒して思わぬ怪我をする恐れがあります。またポールの外側に出ますと思わぬ事故につながりますので皆さんご協力をお願いします。会場入り口まで上りの方を進んでいきます。では終わって立ててしております。前の方についてゆっくりとお進みください。前の方について慌てることなくゆっくりとお進みください。お疲れ様でした。前の人はすごい別な遠征だから慌てずにゆっくりとお進みください。立ち止まっての写真撮影は後から来る方へのご迷惑となります。前の方に続いてゆっくりとお進みください。
これ2回目次は何2回目終わったんですよね今から2回目2回目なんですか終わったの2回目終わったんですよね次は下げづらこれ最後これで、うん、これで終わりですよね3回で終わりですよね今日ねはい目立つからこっち目立つからあれリュックどうしたリュックはお巡りさんに預けましたいや引っかかりますはいこの中はこれあこれはあの財布です、はい、え無線機え無線機財布財布はい